なや。戻ったか、斉藤君。ちょうどいい話がある。はい。なんだ。勤皇志士たちの会合場所だが、観察の調べで2カ所に候補が絞られた。ああ、池田屋と四国屋って宿だ。連中はそのどちらかで会合を持つ。池田屋でしょ。そうか。どっちかはっきりするまでは隊を二手に分けて襲撃の手はずを進め。池田屋ですって。君の三番隊は私と一緒に行動してもらう。ショーのタイトルが池田屋事件やったから。勤皇志士が集まるのは池田屋か四国屋か、君ならどっちが臭いと見る？四国屋だ。あ、結構。では私と斉藤君は四国屋を受け持つこととする。そしたらわしは池田屋っちゅうことか。ま、別にどっちでも構わへんけどな。そっちの方がヤバそうやな。俺もどっちだっていい。話ってのはそれだけか。なあ、なが斉藤君、豚所からはもう出るな。これから四国屋出動までは豚所内で待機とする。あらら、いいな。そうか。時間潰しね。斉藤。お。区長から話は聞いたな。備えはしておいた方がいい。こちらで会合が行われよう。我々のやることに変わりはない。獅子どもから今日を守る。話長いな。話終わりました。年取ったら話が長くなってあかんわ。ペッ。おう、お前は四国屋組らしいね。うん。わしは起きたらと一緒に池田屋をやる。相手は40人からの勤皇志士や。向こうも死に物狂いで抵抗してくるで。覚悟しとけ。はい。斉藤君。おう。またお前か。そんなに怖がることはない。副長が君を呼んでる。すぐに土蔵へ来いとな。土蔵。なんか変な使い方してますみたいなことを言ってたよな、ババちゃんが。ババちゃんって。結構な報酬になってる。なんやねん。ごめんごめん。隠れてる。お前も四国屋組か。ま、足手まといになるくらいな。谷や鈴木みてえにさっさと死んでくれやね。なんやこいつ。一生懸命話しかけてきやがって。支度をしろっつってもな。こんな計画にそれほど集まるとは。斉藤君、副長から部隊分けの話は聞いたか。はい。
では。あ、ちゃんとみんなおるな。なんだ、斉藤さんですか。それじゃ。うん、準備か。もうちょっとこう回復アイテム多めに持っとくかな。それ以外の準備の仕方がないもんな。もう町に行かれへんから。とかもあっとこ。海水とかいらん。骨いらん。水もまあしょぼいからいらん。腹いらん。肥やし、うわいらん。状態異常を防ぐ。まあ酒も一個多めに持っていっとく。よし、セーブしよう。どんな感じになるんかな。怖いな。なんか ここでやってたんか。こっちだ、斉藤君。こいつは見てわからんか。こいつが噂の古高俊太郎や。おもろいで。はじめちゃんもいたぶってみ。わあ。そんな。もうやめてくれ。やめてほしければもう一度だ、古高。そこの斉藤君にもさっきの話をしてやれ。ああ、一味の人数は少なくとも40名。特に腕が立つのは吉田利丸と同じく長州藩の桂小五郎。吉田はよう知らんが、桂は神道無念流の免許皆伝や。剣も相当の腕やが、それ以上に逃げ足が速い。ついたあだ名が逃げの小五郎や。桂は長州の頭脳とも呼ばれる天才。今回襲撃における対象首と考えていいだろう。一番いいのは生け捕りだが、取り逃すくらいなら殺せ。ああ、わかった。いいか、桂にしろ吉田にしろ、その二人にはここにいる君ら各隊隊長が当たり、それ以外の隊士がかかっていっても無駄に切られるだけだ。言われんでもわっとるわ。それよりそろそろ時間やないか。わしはもう早う一切れの収まらんで。やばいな。ああ、
行こうで、土方。もう火も落ちとる。分かっている。だが、一斉に新選組の大使が屯所から出りゃ、襲撃を感づかれる。屯所を出るときは一人ずつだ。その後はそれぞれ持ち場の宿へ行って待機してろ。いいな。俺一人が心配してなんとかなることかな。井戸のこと初めて聞く音楽やな。改めて桂小五郎な。そろそろですよ、斉藤さん。あ、話聞けへん。吉田と桂、せっかちなことですね。斉藤さん、どうかしました？さっきの話は吉田と桂な、なんて。痛いじゃないですか。ごめんごめん、今話途中やったやん。わあ、せっかちの 人ですねになって思った。銀なんや。うわ、皿いらんわ。まあええか。こいつが怪しいよな、なんかな。新参者としての自覚があるならないって。ホモですよね。ピンクやしな。どっか行けやって。どっか行けやって。あと何を急いでるんだって。はよ池的なこと言うといて。わあ、この夜の雰囲気。まあ走っていくか。おお。あー違う。でも料理が用意できてない。めっちゃ待たすぞ、あのお母さん。めっちゃ待たすことになるけど、ごめんな。おっちゃんちょっと仕事が忙しいから。ここか、四国屋。まあ行きましょう。福引券は拾う。だから福引券を紙吹雪にしてもうてるんじゃない。いつもここに落ちてるけど。よし。あー、びっくりした。めっちゃおるやん。こいつらも心なしかそっとそっと歩いてるやん。怖いよな、そりゃ。コンビニのお前こんな感じやったらもう店入られへんもんな。これは怖いわ。
目合わさんようにして通っていくやつや。おるおる。斉藤君、今密偵を一人四国屋の中へ行かせた。獅子どもの会合を見つけたら合図をよこしてくる。ここが当たりか外れか。勤皇派の会合が池田屋の方だったら全員で向こうに走る羽目になる。ああそうか。ああ分かっている。ふん、さすがに落ち着いたものだな。随分爆発を踏んでいるらしい。ところで松原と何かあったか。うわ鋭いな。どうしてそんなことを聞く。いや、松原がやけに君のことを私に聞きに来たので少し気になってな。なあ、一つ聞かせてくれるか。君はなぜ新選組に入隊してきた。そういうのは入隊する前に聞く。せやな、隊長にする前にな。これから入ってくるやつにはそうしよう。大した理由はない。他に行くところがなかっただけだ。そうかな。君ほどの腕があればどの藩の勤皇志士にも歓迎されるはずだ。勤皇だろうが幕府の犬だろうがどっちでもいい。俺を高く買ってくれるところへ行くまでだ。なるほど、君の考えは簡潔でよい。その点では私と似ていると言えるな。ん？聞いているかもしれんが、私はもともと百姓の出だ。局長の近藤さんもな。そうだったか。ああ。こんな話してて大丈夫？300年前の祖先が百姓だったというだけで、父も祖父も剣を持つことを許されなかった。私もガキの頃は一生百姓のまま終わるもんだと思っていた。だが黒船が来て以来全てが変わった。本物の脅威を目前にして本当に強いものが必要とされる時代になったんだ。力さえあれば百姓でも志を持つことが許される。志？近藤勇にはそれがあった。私はそれを支えるために剣を振るい新選組を鍛え続けている。まだ会ってないからな近藤勇に。幕府のためにか。いや、この国を守るためにだ。何？いずれ君にも話せる時が来るだろう。私はこれでも君を高く評価しているんだ。幕府じゃなくて国。だが今はとにかく私のやり方についてきてほしいと思ってる。余計なことは考えず人を切れってことか。それが武士の本分ってもんじゃないのか。そういやそうだったな。密偵が戻ってきた。ちょうどええタイミングで。副長、四国屋に不審はないようです。知ってた。勤皇志士たちはいる気配もありません。とすると、じゃあもう大きい声で言えや。もういませんって言うてくれたら。獅子の会合は。いや、ほら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 聞いたな。全員池田屋だ。ほら、このぐらい大きい声で大丈夫なんやって。おらへんねやから。池田屋こうか。おお、なんか腹ごしらえしてから行くか。あ、なんかおっと、そう危な。でけへんのかな。できるか。いらっしゃいませ。忍耐、腕力。あーに、うどん屋はなんか忍耐ばっかりやな。
るし。池田屋、あ、うどんください。ありがとうございました。ごちそうさまです。レシートいいです。よし行こう。すいません、天玉そばと、特選富士そば、カツ丼もください。いい味だ。おー、美味しい。どうも、ね、結構遅くまでやってるんですね。あ、レシートいいです。終わりました。こちらです、副将。池田屋の勤皇志士40名、刀を取って抵抗しています。斉藤君、池田屋に入ったら吉田としまると桂小五郎を探せ。雑魚は平大使に任せていい。ちょっとお腹いっぱいなんで。おお、斉藤君、何している？お腹がまず行きます。おお、雑魚は任せていいって言ったじゃないですか。あっちは行かれへんけど、ええ感じに戦ってるな。面白い、これ通られへんけど雰囲気出るな。うわー、もうぐちゃぐちゃや。おお、抜きな。やめてやめて、怖いから。え、なになになに、どうしよう。びっくりさした分、今のは俺をびっくりさした分。敵います、敵います、できます。おお、あぶねえ。おい、危ない野郎が。もしや、あー、あかん、ゲージがたまらん。階段落ちとかさせられるかなと思ったんやけどな。ヒートアクションで。おお、やられてる。お前袖切るからそんな腕やられんねん。長倉、それ斉藤か。油断したわ。誰よ、カツラ。
うわうわ何こいつ。吉田とし丸へ。この顔はやっぱりこいつが今日焼こうとしている親玉ってわけ。ファイブの下がったろ。こいつは俺が引き受けた。顔はシワシワやけど体は意外と綺麗。俺がとし丸か。とし丸っていう顔かこいつ。いや素ではないやろ。うわー怖い怖い。よし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 。あーはい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 。うわ痛い。よいしょ。とりあえずこれはよいしょ。はいはい。あ痛い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 。痛い。よし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 。いや痛い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 。敵の体力はもう全然ないけど攻撃力がやばい。お弁当食べます。あまた食べれるもんやね。お腹いっぱいやと思ったけど。水ください。食ったな。あおわよしよし。うわかった。ただこの体力のなさ。お前はわしが想像しとった以上かもしれんな。ちゃんとしたボスがおるはず。せけどまだ桂小五郎が残っとる。やつを捕まえへんうちは何も終わらへん。桂を探すんや。はよ立てやお前。なんかないの。ああ急に出てくんなよ。ああ急に出てくんなって言ったやろ。あー危ない。ナイスブロック。よいしょ。はい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 。ああ怖っ。おなんや大丈夫か。ハゲてる。カツラはこの階のどこかに身を隠している。お前がカツラなんちゃうんか。そんなこと言ってカツラの巧妙な変装なんちゃうんかお前。目的地のマークがあっちやからな。こっちやわな。あ危ないことしてきそうやから切っときます。あーはー言うてる。うわびっくりした。うわーまたや。キャッチがエグい。キャッチが。よいしょ。はい終わりです。おらん他に。
入ってみるか。ここではないと思うけどな。よいしょ。あかんか。これ怖い、怖いパターン。刀の振りの隙を狙われそうだ。でもそんなことなかったです。はあはあ言ってたお前か。さ、斉藤さん、奥にカツラ。俺たちじゃ手に負えません。はあ、早く行ってやってください。はい、お前がカツラちゃうんか。それは近い。すごいな、怖いな。下はいけんな。はあはあ言うてる方は違うんやろなって気づく。おお、何持ってる、何持ってる、槍か。よいしょ。怖い、痛い。いや、もうここはひたすらゲージ貯めとこう。ボス戦に備えて。ヒートアクション温存。ん？どっちやろ？こっちかな？おお。火打ち石。いらん。中庭近くの桜吹雪の襖の奥。すごい詳しいこと知ってるやん。大事な情報やからこいつ何回も話しかける。桜吹雪の襖。あーもうもう簡単に引き込まれるんやから。成功しろよあの時に。はいはいはい。よし。いやー、ちょっと体力心もとないな。よいしょ。やられたくないな。楽させてもらおう。ほら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 。もうお前らに使うカロリーなんか残ってないんじゃ。よし行こう。ん？どこや？こっちか。おお。おお。どんなやつや桂小五郎。この先におること分かってて、お前、うわ怖い。え、あんたは。え、よう、久しぶりだな斉藤さん。お前が、うん、松助。へえ、よくあの偽名を覚えててくれたね。そうか。今日は本名を名乗っておいた方が良さそうだな。こんな状況で隠しても仕方ないしね。まさかあんたが。いや賢いわ。ちょっと危険な長州藩の舵取り役桂小五郎、よろしく。あ、どうもお願いします。あんたが桂。
そういうこと。どうしてあんたほど切れる男がこんな無謀な計画を立てたんだ。ああ、やっぱりそういうことになっちゃってんだ。実はそれ誤解なんだよ。なんだと？いや、俺は必死に豊島のさんを止めたんだよ。こんな計画やめなさいって。でも全く聞き入れてもらえなくてね。ただでさえ好戦的な長州の連中に加えて、今回は土佐や肥後の奴らまで加わったもんだから大変なことになっちゃって。で、仕方ないからあんたんとこの監察さんに古鷹のことを見つけてもらうように仕向けたって。うわぁ、そうなんや。じゃあ山崎に情報をつかませたのはあんたの仕業だったってのか。彼には悪いことをした。辛い拷問にもあったに違いない。でも今日の街を焼いちまうってのよりはマシだと思ってたんだが、今度は自分の身も危なくなっちまったな。あ、しまうの？あ、逃げるつもりか。ああ、斉藤さんよ、人間ってのは命あってのものだれだ。どうかここは見逃してもらえないか。あんた、俺の話を全部信じてくれとは言わない。でもさ、無駄な殺し合いしたってこの国は良くならない。わかるよ、わかるよ。それにあんただって土佐に戻ってやらなきゃいけないことがあるんじゃないのか。武市さんだってそれを望んでるはずだ。武市？あんたなんでその名を？なんでって、だってあんた坂本龍馬さんなんだろ。武市さんから大体のことは聞いてる。あんたが新選組に入った理由も知ってる。だからやばいやばい、あんたが俺を殺す理由はないはずだ。だろ、土方とか来るって。どういうことなんだ、ゆっくり話を聞かせた。うわあ、危ねえ。不意打ちか。俺もまあまあ姑息の手は使うけど、そんなことはしない。ああ、なるほど。周りの名家斉藤、そいつが桂小五郎や。悪いがここで死ぬわけにはいかないんだよ。というわけでよろしく。マジか、もうどんだけかっこええねん。俺のこの国を憂う熱き思い分かってくれるよね。ウィンクする？よく分かった。幕末ウィンクする？こいつは俺の獲物だ。手出しは無用に頼む。何やと？上等！どうすんねん。まあまあ倒していいよな。ちょっと待ってくれ。今こそ。今こそ風見鶏を覚えるとき。とりあえず芝居て、まあまあ絶対にあの窓から逃げるよ。うわ、びっくりした。一撃目からトリッキーなことしてくる。もうや、おお、危ねえ。そうかそうか、ボスクラスは素直にやらせてくれへんだった。ガードの時の、ガードの時のポーズよ。おお、危ねえ、危ない。おお、あかん、弾くタイミングが下手。よいしょ、あぶねえ。起き上がるまでの間に。うわ、かっこいい。よし、はいはい、お前もやってくんのかい。よし、あかん、やっぱこれはあかん。あぶねえ。怖い怖い怖い。風見鶏強っ。
カサミドリ強っ。負ける要素がない、1対1の1対1の戦いにおいてカサミドリがあったら。よっ、うわ蹴り蹴り混ぜてくる。ちょ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 、待って、はあ、能力確認しよう。リガード追い打ち一刀一刀、速度上昇、壁、普通に倒すしかないか。よいしょ、よいしょ。これ逃げれるかな。死んでるよな。カズラ、今度は鬼の副長か。ここまでだな。今日の借りは今度返すってことで、もう一芝居頼むぜ。面倒言いやがる。生ごととはちゃうんやぞ。待て、カズラ。悪かったな、仕留められなくて。お前、いやいや怖い。でもあんなに切ったんやで。怖い。みんなご苦労だった。桂小五郎は取り逃したがな。ああもう。さすがは逃げの小五郎やな。でも他の獅子たちは切るなり捕まえるなりできたんです。ま、上々じゃないですか。うん。それに他の収穫もあった。あ？怖い怖い怖い。何のことや。この中に。金王派の患者が紛れ込んでいるのが分かったということだ。ほう。しかもそいつはどさくさに紛れて獅子どもを逃がそうとしていた。へへ。こん中にそいつが誰だろうな。森永ちゃん、森永、森永、森永。土方さん。その裏切り者って、ああ松原さんのことでしょ。ほらほら、言っている。平助、くだらない冗談を言っている場合じゃないぞ。松原君、よし、君の素性は分かった。よしっていうのもあれやけど、俺あいつ好きやからな。長州藩の人間なんだろ君は。副長、そんな私が長州だなんて。カラスとか言ったか。その情報屋を使い、我々の情報を長州藩に流していたということは調べがついている。そしてそのカラスを君が処分したことも。お前、俺のことを撃ったのか。監察の山崎が突き止めたんだ。山崎有能やな。3ヶ月ほど前から君が幾人もの情報屋に接触していることは知っていた。というより松原が無能。何かしらの目的があってのことだとは思ったが、まさか長州からの患者だったとはな。ちょっと待ってくれ。それならこの新入りだと同じようなもんだ。こいつもカラスとは近い関係だった。疑うならこの男も。ああああああ。
見苦しいぞ。よう残ってたな、この部屋だけ。ふすまが。おとなしく死を受け入れたらどうだ。解釈してやる。斉藤君。君がカラスという男と接触していたのは、新選組に入隊する前なのだろう。ならばそのことを追及するつもりはない。どうしてそれを。今日の町の道場で、腕の立つ剣士が天然理心流を探している。全部バレてる感ある。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか。理心流を追うことは罪ではない。その類稀な剣の腕を新選組のために使ってくれるのなら、私は君を疑うようなことはしたくないのだ、斉藤君。この長州の患者を切り、そのことを証明していただきたい。うわぁ。さあ。向こうから来てくれたら、まだ。ただの百姓みたいが生きがりやがって。近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに、長州がやられてたまるか。カラスから聞いたぜ。お前が新選組に入った本当の目的は。あ。おお。っていうかカラス最低やな。源さん。局長と弾を愚弄され、黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が昇ってしまったようだ。火の上。ああ。よし、じゃ、そろそろ帰るとすっか。軽いな。そうですね。もうクタクタですしね。あいつ槍使うんや。松原が減った分、褒美の取り分も増えるってもんやな。あいつ、あいつその話ばっかりや。あんたおかまわりに頭いいな。ねえ、おかまって言ってる。せっかくだからもう一人いらっしゃいましょうよ。面白い。やってみろよ。イエスでも泣いてんの。あーでもちょっと、うん、ちょっとまずいな。次は敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。うわ、キューってなるわ、心臓。斉藤。よう覚えとけ。これが新選組っちゅう組織や。疑わしきは粛清する。うん、俺はお前を粛清しとうない。うん、どういう意味だ。バレるよ。次に敵を見逃すときは、もっとわからんようにうまくやれ。バレバレだよ。結局、真島の兄さんとか、佐江島とか、あの辺のこのメインどころのやつらは、気づきつつもなんかこう、土佐を脱藩した龍馬は、協力してくれ気味な感じ。吉田東洋を暗殺した覆面の男を追い、斎藤はじめの名で、新選組に潜伏していた。手がかりは東洋を殺害した剣、天然理心流。その使い手である覆面の男は新選組の古参幹部たちの中に潜んでいる。こいつの顔を見ても分からへんのよな。龍馬は新選組として血にまみれた任務に身を沈めていく。後に
池田屋事件と呼ばれる勤皇志士への襲撃は一夜にして新選組の名を轟かせた。だが覆面の男に最も近いと思われる局長近藤勇はまだ姿を現さない。第7章二人の龍馬。一番最初にそもそも本物の龍馬というか、あの歴史のあれに出てくるような、これはこれは勝先生、幕府のお偉いさんがこそこそおいでになるとは。龍馬おったもんな。ここらで薩摩に鞍替えでもする気でっか。あんたに身の振り方相談するためにわざわざ今日まで来たわけじゃない。いつまで経っても動かないさつまいもの尻を叩きに来てやったんだよ。初回収か。相変わらずやね、勝藩は。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。これからは薩摩の武力がものを言う局面だ。とても幕府の人が口にするセリフとは思いまへんな。今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。ま、なんとなくは。これまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたが、奴らの固い頭は変わらない。ならいっそ幕臣という立場を利用して幕府を中から破壊してやろうと思った。ほう。手を組め最後。うちにいる私と協力し外から幕府を叩くんだ。幕府に戦争を仕掛けろ、チュンデッカ。ああ、戦争に勝った暁には、あんたは新しい国の頂点に立てる。悪い話じゃないだろう。それに今日は、あんたらが戦に勝てるよう、とっておきの武器を連れてきた。妻にも龍が書いてある。武器？この男はイギリスの武器商人と太いつながりがあってね。その気になりゃ江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。でも桐生さんが坂本龍馬っていうのは別に嘘じゃないよな。向こうが嘘ってことか。それがどうかして。ちょっと気になることがあってな。わからんな。まあやってたらわかるか。なんだ。お前が池田屋で桂小五郎と話したって内容のこと全部言うてる。中岡に竹地からお前の素性を聞かされていたんだったな。ああ。だとするといずれ桂はお前の正体を新選組にばらしちまうんじゃねえか。どうしてそう思う。所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選組は天敵。三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ放っておくはずがねえだろう。やつが俺の素性を組に密告すると。そうすりゃお前は松原の身の前だ。三番隊隊長は粛清。警察官新聞記者自体の感じが出てもてる。源は願ったり叶ったりのはずだ。桂はそういう手を使う人間には見えなかったがな。でもよ、どのみち桂がどう出ようが俺が新選組の中で動ける時間は限られてる。どういうことだ。俺が天然理心流を追っていることは池田屋で幹部たち全員に知られた。
ああそうだったな。全部言うてる。ほんまに今のところ新選組にとって俺は戦力になってる。少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうが、残された時間はあとわずかということか。だから少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある。時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなければ。近藤勇のことか。相変わらず接触できてないのか。ああ、トンショにもまるっきり顔を出さねえ。俺の部屋やぞ。お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か。東洋様をやった覆面の男は。で俺が立っててお前座ってんねん。だがそうでなかったとしても近藤なら覆面の正体を知っているはずだ。ああ、天然理心流の元締めなわけだからな。近藤も局長である以上いつまでも姿見せねえってことはないだろう。その機会を逃さないために俺はなるべく頓所に顔を出すつもりだ。あと早よ出ていけよお前、俺の部屋から。えらい事件が起きたと言うてる。ない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 。黒船。ああ。ああ。うん。ん？黒船襲来なんやサブストーリーなの。まあいいや。別宅に帰って、ふう、ただいま。おうおうおう、どうした犬一号。機嫌がいい、機嫌がいい。撫でてやるか。よしよし、よし。ぬくもり植えてた。はるか何してんねん。おい2匹目豆。誰かに可愛がられたのか。遊んでやるか。じゃあほらおいで。宙返り宙返りすぐ教えてもらってる。ほら鳥一号。よしよしよし、あるかは？収穫。めっちゃ得たまった。おじさんおかわり。おお。ただいまはるか。掃除もしなきゃな。俺が帰ってくるなりでっかい独り言で掃除しなきゃなーって。俺の、え、何掃除よかったら手伝おうか。待ちやな、こいつ。しません。布団敷け、はるか。よし。
いやー、じゃあ今日はこの辺にしときますか。セーブセーブ。メインも済んでサブもやったし、いい感じやないでしょうか。いやー、なんか引き込まれるなー、ストーリー。でもサブもいろいろやりたいし、野菜も収穫したいし、うん。どうした、ハルカ。失敗しちゃったかな。お前が食えよ、失敗したやつは。おじさん。いやいや、それは俺悪くない、それは俺で悪くない。お前がぶつかってきたんや。ごめんごめん、端っこにおるから。じゃあそういうことで、お疲れ様でーす。また次回やるときお願いします。